皆さんこんにちは、ハラミンです。本日は皆さんにご報告がありまして動画を撮らせていただいております。単刀直入に申しまして、何の報告かと言いますと、ツイッターが復活しました。もうご存知で、フォローしてくださってる方何人かいらっしゃいまして、というのも、昨日の動画の概要欄から、もう載せているので、そこからフォローしてくださってる方、あともうツイートも何件かしているので、そこから来てくださった方もいると思いますが、これで、正式に皆さんにご報告ということで、前からね使っていた、もう一個の方のアカウント、ちょっとメインに回したくなかったんですけど、をちょっと、メインの方に回させてもらいまして、なんとかこうね、凍結されてしまったアカウントが解除されないかってことを模索はしてたんですけども、ちょっと今回無理ということで、ツイッターもやっぱね拡散というかやった方がいいなということで、今までちょっと、違う方の趣味で使っていたツイッターをメインの方に回させていただきました。で、ここから動画の URL とかこういうの撮りましたよみたいなね、ご報告とかしていきたいと思いますので、ぜひとも皆さん、何卒フォローの方よろしくお願いいたします。いやー、長かったな。いつだ、マッスルモンスターに行った日に凍結されたからね。そこからだね。もう本当に、いや、前回のアカウントも何もしてないですけど、本当に何もしてないですけど、今回も何もせず、ちゃんときちっと運営していきたいと思います。運用していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。というわけで本日は私からの、私のツイッターのアカウントが復活したよというご報告でございました。ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。